女性芸能人はこういうのに弱いですよって大島が思うこと聞かせて。俺もそれを勉強させてもらう。女性芸能人って甘えん坊もいると思うんですけど、うん、自分で個人事業主でやってるから結構強いじゃないですか、メンタルも。言いたくないけど、うん、もう今の時代こんなこと言うの古いけど、オスメスで言うと、うん、オス型だよね。そうですよね、うん、のが多いですよね、うん、自分がもう社長みたいなもんなんで、うん、自分をどうブランディングしていくかとか、すごい頭が切れる女性も多いから、うんうん、こうそれをなんか強いからって引くよりも、結構もうレディ一人のレディとしてこう結構なんつうの、本当にジェントルマンな感じでデート誘い続けたり断られてもとか、もう何でもこう押し続けると女性芸能人って結構コロッといきます。なんかイメージ的に強い女子が多いから、うん、普段はこれだけ気張ってるけど俺のとこだったら、うん、本当の自分でいていいんだよっていう癒し系がいいかと思いきや、うん、行こうぜ行こうぜってガーって言い続ける方がいいと思う。ぐいぐい、なんか意外とみんなその強いから無理だろうって言って警戒されたりとか、うん、その癒し系で下から行ってくる紐みたいなのも引っかかったりするんですけど、もうがっつりちゃんとつけてってなると、もうぐいぐい押していく方が、例えばなんかあなたを一人の芸能人として見てるんじゃなくて人として見てますからみたいな方に弱い気がする。正直俺のイメージだけど、うん、だから港区で知り合った恋愛なんてっていうと怒られるけど、うん、もうプレゼント構成に弱いんじゃないかなと思う。あ、でもふとした時のなんかバルーンとか大好きですよ。バルーン、バルーン大好き。バルーンって使い道ねえじゃん。邪魔なんだけど、あの消滅していく寂しさもあるじゃん。持って帰ってもいいし、部屋に飾っていくとこうしおれていくから、しぼんでいくから、相手の気持ちがな。いや、なんか思い出としてあーみたいな、うん、でもそれを割ろうとは思わないから。もらったことある？あります、あります。誕生日の時とかブワーで、そしたらちょっといいなってなって、いや、もうわーってなります。やっぱ魔法にかかりたいから。ちょっとわかんない世界線です。最近やっぱあるんですよ、こう箱ボックス型の箱を開けるとブワーってバルーンが出てくる。へー、持って帰りやすいし。え、全然高くないですよ。2万弱ぐらい。え1万5000円とか。風船2万円するんですか？風船2万円ってマジ高いですか？でもすごいの、膨らんで割れるだけのものすごいの。でもなんか膨らんで割れるだけのもの、1個じゃないよ、1個じゃないですよ。バワワワっていっぱいバワワワって出てくるんですよ。正直、じゃあ10万円のお財布と1万円の花だったらどっちが嬉しい？花束、1万円の花束と10万円のアクセサリー。アクセサリー、誰、好きな人にもらうならですか？違う、このだから、どうやったら女性芸能人と付き合えるかだから、お金かけないと付き合えないのかっていうか、うんうん、いいものあげた方がいいのかとか、付き合う瞬間とか、あのその自分のことをお金で見てほしくないんだったら花、うん、けどお金で釣りたいんだったら財布。もう一個聞きたいんだけど、花もらって嬉しい？あ、じゃあ お花嬉しい。でも銀座にあるこういうローズガーデンっていうところ、うん、こうローズギャラリーだっけな、でこれぐらいのお花があってバラの色も選べるんですけど、そのバラが30万ですよ。それバラとか嬉しいじゃん。なんか30万のバラなら嬉しいけど1万円じゃ嬉しくないってこと？いや、1万円のバラって買えます？1本ぐらい。わからん。いや、買ったことない。1万円もするんですか、そもそも。俺、お花買ったことない。ないの。花束日本高いんですよ。花束は超いいんですけど、なんかこれぐらいの頑張った花束で意外とするんですけど、うん、だったらなんか韓国ってこんな大きい花束で5000円ぐらいなんですよ。それだったらもらったら嬉しい。こう持つやつ。そう思って帰りたいの？うん。で、部屋着いたらどうせパッて捨てるでしょ。うん、ああ、私花粉症なのに。はい。置いときますよ、ちゃんと花瓶に入れて。ちなみに大島麻衣を落とすなら、落とすというか、大島麻衣さんはどうやれば付き合うの？ちなみに聞いていいの、うん、今はフリー？今フリーです。どうやれば付き合えた？それこそ私も押されたら弱いんで、押しに弱いです。じゃあ仮に俺とか、うん、ヒロ君が、うん、この後、うん、まあ今日は配信終わった後2人でまだ行くって言って、うんうん、そのまま押し続けられたら付き合えたりするの？まあ、付き合えるか一回やってみるのはある。ちょ、怖い怖いよお前はさ、
お前は視聴者の望みに応えようとするなって、もっと本音で生きてくれよ。お前は刺激、お前が一番バラだよ。ボケがあるよ、ドキッとするよ。でも大人だからもう偉いな、喜ばせるためにそんなこと言ってバカバカ。でもそういうのってあんの？俺もよく昔から言ってたけど、うん、付き合うか付き合わないかなんて一度してみないとわかんないよ、うん、っていうのは俺はよく言ってんの、はい、やっぱそう。でも本当に好きな人ともう絶望的な相性の悪さだったらうまくいかないじゃないですか、うん、だからそこは大事かなと思いますけど。そうだね。